ロゴユトレヒトのオランダ宇宙研究所オランダ宇宙研究所は宇宙研究のためのオランダの専門機関である。宇宙物理学、地球科学、惑星科学等の研究を行っている。1983年にオランダ科学研究機関の一部として、スティッチ・ティング・ルイモティ・アンダーズ・ウィック・ネダーランド、スペースリサーチ・オーガニゼーション・ネザーランズという名前で設立され、 ゆとヒ人と不老人間に施設を置く。研究所は、約200人のスタッフを抱え、総務部門と5つの分野に配属される。5つの分野は、以下の通りである。はい、エネルギーアストローフィズイックス、ロー、エネルギーアストローフィズイックス、アースプラネタリーサイエンス、センサーリサーチテクノロジー、エンジニアリングディビジョン、オランダ宇宙研究所の目標は、欧州宇宙機関。 アメリカ航空宇宙局やその他の機関におけるミッションのための最新の人工衛星の開発を主導することである。長年の間、オランダ宇宙研究所の技術は、赤外線マッピング、X 宣言やガンマ宣言の分析、地球の大気の観測等、多くの革新的な宇宙ミッションに貢献してきた。将来のミッションの計画としては、スピカ、アストロ、H、 センチネル号プリカーサー等がある。また、太陽系やその外の惑星の研究も計画している。様々な波長領域において、オランダ宇宙研究所のセンサは、世界で最も感度の良いものである。ありがとうございます。